ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが霊夢に質問です。英雄になった女性といえば誰を思い浮かべる？ジェンヌ・ダルクじゃないかしら。そうだよな。彼女はイングランド軍との戦いでオルレアンの乙女としてフランス軍を勝利に導いた。まさに英雄と言える。結局はイングランド軍の捕虜になって散々な目にあって火炙りにされちゃうけどね。ジェンヌ・ダルクって実はもともと知名度の高い英雄じゃなかったんだぜ。400年が経ってからナポレオンがジェンヌ・ダルクを英雄として取り上げたことで一躍メジャーな英雄となったのさ。へえ、ジェンヌ・ダルクをスターダムにのし上げたのはナポレオンだったのね。ああ、そしてジェンヌ・ダルクの功績が広まるにつれて彼女に憧れる女性が爆発的に増えていったんだ。そうなんだ。そんなわけで今回はジェンヌ・ダルクに憧れて行動を起こした結果自身も英雄となった女性エミリア・プラテルの生涯を解説するぜ。ジェンヌ・ダルクは知ってるけど、この女性は知らなかったわ。霊夢が知らないのも無理はない。ジェンヌ・ダルクがフランスというそれなりに馴染みのある国の英雄だったのに対して、エミリア・プラテルはポーランド、リトアニア、ベラルーシの英雄だからな。三つの国で英雄ってどういうこと？かつてこの三国は、ポーランド、リトアニア共和国、という一つの国だったんだよ。ああ、そうだったのね。なんだか今回も凄そうだわ。ああ、楽しみにしててくれ。それでは、ゆっくりしていってね。エミリア・プラテルは、ジェンヌ・ダルクに憧れてゲリラ運動を組織した革命家だ。彼女は1830年に勃発した、ロシア帝国の支配に対する11月蜂起に参加し、最終的にはポーランド軍の隊員にまで昇進したんだぜ。その後、自分が劣勢に陥るも諦めずに戦い続けた末、重い病に倒れてそのまま帰らぬ人となってしまったという悲劇的な人物だ。ジェンヌ・ダルクに憧れた結果、本当にジェンヌ・ダルクみたいな活躍をしちゃったのね。ああ。そのため、彼女は今のポーランド、リトアニア、ベラルーシの三国で、国民的英雄として知られているんだぜ。そうなんだ。じゃあ、現地の方々にとっては有名人なのね。というわけで、ここからエミリア・プラテルがいかに英雄となったかを解説していくぞ。お願いします。エミリア・プラテルは1806年11月3日、ロシア帝国支配下の、リトアニア大公国、イカリトアニアにあったビリニュスという町で産声を上げた。ビリ、何？ビリニュス、今はリトアニア共和国の首都となっていて、旧市街は世界遺産にも登録されている。その美しさから、小さなローマと呼ばれているぞ。うわ、めっちゃ行ってみたい。この町が当時、ロシア領だったの？この辺りの経緯はなかなかに複雑でね。実はビリニュスは、ポーランド、リトアニア共和国という、ポーランドとリトアニアの連邦国家の中に存在していたんだ。でも、彼女が生まれた頃にはポーランド、リトアニア共和国は滅び、その領土がプロイセン王国領のポズナン大公国、ロシア帝国領のポーランド立憲王国、以下ポーランド、ハプスブルク君主国、括弧オーストリア領のクラクフ共和国、の3つに分割された後だった。彼女が生まれたリトアニアは、ポーランドに属しているぞ。なるほど。確かにややこしいわね。ああ、ややこしいだろう。とりあえず、ビリニュスがロシア帝国領に編入されたってことだけ押さえておけば OK かしら？まあ、そうだな。そしてエミリアが生まれたプラテル家は、ポーランド貴族の家柄だった。貴族なの。プラテル家的に、ポーランドがロシア帝国に編入されちゃったことはどう思ってたんだろう。プラテル家では伝統的に愛国的教育を施すという方針があったから、本来はポーランドの領土だったものが、ロシアに奪われているという状況は歯がゆかったんだろうと思うぜ。ということは、エミリアにもポーランドへの愛国的教育がなされたの？ああ。そのおかげで、エミリアは若い頃から政治、経済、文化への造形を深めていったようだ。貴族の教育ってやっぱりすごいのねー。外から見れば、恵まれた環境に見えただろう。しかし一皮むけば、父親のフランチシェクは酒に溺れる日々を送り、聡明な母アンナとの仲は完全に冷え切っていたんだ。フランチシェクは酒に任せて暴力も振るっていたらしいぞ。父親がある中、そんな家庭がうまくいくわけもなく、エミリアが9歳の時に両親は離婚。彼女は母に連れられてフランチシェクの元を去ることとなるんだ。それが正解よ。アンナ、エミリアの母子の受け入れ先は、リークスナ、かっこ今のラトビアに領地を持つ父方の叔父にあたるプラテルジベク家だった。え？なんでフランチシェクと離婚したのに、彼の親戚に引き取られることになったの？ありえなくない？実はフランチシェクは、昔から一族の花つまみ者として有名だったらしく、あんな男と結婚してたこと自体が奇跡、と母のアンナにまさかの同情票が集まったんだ。
それでプラテル・ジベク家が離婚後の受け入れ先を買って出てくれたのさ。へえ、なんかそれ聞くだけでアンナが気の毒に思えてきたわ。少なくとも10年近くそんな激ヤバ野郎と一緒に暮らしてたんだから。プラテル・ジベク家に移ってからは、エミリアものびのびと生活を送ることができた。同年代のいとこと一緒に暮らせたのも良かったみたいだ。それまでが灰色の日々だっただけに、その喜びもひとしおでしょうね。先ほど、プラテル家では愛国的教育を施す方針があると言ったよな。ん？そう言ってたわね。もちろんその教育方針はプラテル・ジベク家でも引き継がれていたぞ。その一方で、エミリアは当時の女性らしく歌を歌ったり、詩を読んだりすることも好きだったようだ。貴族の教育体制の整いぶりってすごいわね。さらにエミリアは様々な書物を読み漁ることで歴史や文学にも触れるわけだが、その中でも彼女が強い興味を抱いた人物が4人いたんだ。あら、誰かしら。私が知ってる人出てくるかな。タデウシュ、コシチュシコ、アダム、ミツケビチ、ラスカリナ、ブブリナ。いや、ここまで全く聞いたことない人ばっかなのよ。みんなもそうでしょ？いきなり視聴者に同意を求めるんじゃないよ。そして彼女が興味を抱いた人物の4人目が、ジャンヌ・ダルクだ。ほっ。ようやく馴染みのある名前が出てきた。じゃあ、ここで霊夢に問題だ。この4人に共通するものって何だと思う？え、共通点も何も、ジャンヌ・ダルクしか知らないからな。全員、強い女性だったとか？残念、女性なのはラスカリナ・ブブリナとジャンヌ・ダルクだけだ。わからないわ。正解は、全員革命家でした。革命家の例でユタボン出すんじゃないわよ。この4人を1人ずつざっくりと解説していくと、タデウシコ・シチュシコはポーランド、リトアニア共和国の将軍だ。エミリアが生まれる前の1793年に、コ・シチュシコの蜂起という蜂起を起こし、ロシア帝国の支配と戦った人物で、ポーランドとリトアニアの国民的英雄として知られているぞ。ポーランド、リトアニア共和国って昔からロシア帝国と戦ってきた歴史があるのね。アダム・ミツケビチはポーランドを代表する国民的詩人であると同時に、ロシア帝国からの独立を目指す地下組織を設立した人物だ。彼が書いた叙事詩は、ポーランドで起きた民族蜂起に思想的な影響を与えたと言われてるぞ。詩人であると同時に、政治活動家でもあったのね。ラスカリナ・ブブリナはオスマン帝国からギリシャの独立を目指す秘密結社に加わり、ギリシャ独立戦争では帝国となってギリシャ海軍を指揮した人物だ。だからこんなに勇ましい肖像画なのね。ジャンヌ・ダルクは知っての通り、フランスとイングランドの100年戦争末期に、シャルル王太子を大いに付かせる、イギリス軍包囲下のオルレアンを解放するなどフランスの危機を救った少女だ。この4人の中で、エミリアが特に推してたのは誰だったの？それはやはり、ラスカリナ・ブブリナとジャンヌ・ダルクの2人だな。彼女はラスカリナ・ブブリナの肖像画を部屋に飾り、ジャンヌ・ダルクの人生を理想として崇拝していたようだ。なるほど、女性の英雄に強い憧れを持っていたのね。そのせいか、エミリアは馬術や射撃を好む、当時の貴族の娘らしからぬ女性として育っていくんだ。まさに男勝りという言葉がぴったり合いそうな感じね。そんな中、彼女の心の中にさらなる愛国心と反露感情が湧き起こる事件が起こる。反露感情？穏やかじゃないわね。1823年にいとこが、とある理由でロシアの僻地へと兵役として飛ばされてしまうんだ。とある理由？それは、5月3日憲法を礼賛した、という理由だった。5月3日憲法？日本人の我々にはあまり馴染みのない5月3日憲法だが、これはヨーロッパではめちゃくちゃ大きな意味を持つ憲法なんだ。へえ、どういう内容なの？5月3日憲法は、1791年5月3日にポーランド、リトアニア共和国で施行された憲法でな。これはヨーロッパで最初に誕生した近代的な民主憲法なんだ。立法、行政、司法の三権分立や、行政を国王ではなく議会の代表者たる首相が取り仕切る、立憲君主制、議員内閣制、などが盛り込まれた、極めて先進的な憲法だったんだよ。現代社会にもそのまま通じそうな内容じゃないの。霊夢の言う通り、この憲法は現代の基準に照らしても民主的と言える衝撃的な憲法だったんだ。だがそれゆえヨーロッパでは危険思想とみなされ、結果として周辺国との戦争を招くことになったんだ。民主的な憲法が、なんで危険思想なの？考えてもみろ。当時ヨーロッパ各国の中枢にいたのは、王族、貴族といった特権階級の人間たちだっただろ？彼らにとって民主的、イコール既得権の喪失を意味していたんだ。なるほど。民主化を喜ばない人たちがたくさんいたわけね。その結果、共和国内の貴族の一部がロシアと結託して、ロシア軍を国内に招き入れる手引きを行い、ポーランド、リトアニア共和国はものの見事に敗戦、
領土がどんどん分割されて消滅するんだ。自国の貴族に裏切られて滅亡するって悲しい最後だわ。で、この5月3日憲法は、当然ながらロシア帝国内でも危険視されていた。そんな中でこの憲法を礼賛しようものなら。なるほど。そりゃ僻地へと飛ばされちゃうわね。やはりいとこもプラテル・ジベク家の人間。ポーランドの貴族として祖国ポーランドの憲法を誇りに思っていたんだろうが、ロシア側の人間に見つかったのが運の尽きだったな。でもなんでそのいとこは5月3日憲法を礼賛しているのがバレちゃったのかしら。プラテル・ジベク家のアルリークスナにはロシア帝国の城塞があり、ロシア軍が家を訪れることもしばしばあったらしいから、その時に運悪く見つかってしまったんじゃないか？ああ、なるほどね。運悪くなのか、わざとなのかはわからないけど、この5月3日憲法を礼賛したいとこが、ロシアの僻地へ飛ばされるという出来事を目の当たりにしたエミリアの心の中に、ポーランドへの愛国心と反露感情が芽生えたのは、ある意味で当然と言える。この時の彼女の中で芽生えたものが、後の英雄的行動につながるのね。ちなみにこの頃、エミリアはロシア軍のカブーコフ将軍に見染められたらしく、結婚を申し込まれるんだ。エミリアとしてはどんな心境だったのかしら。エミリアは、私はポーランド人ですから、と言って、将軍の求婚を断ったそうだ。強。その後、彼女は1829年に母と共に、旧ポーランド、リトアニア共和国領のグランドツアーに出かける。グランドツアー？なんかかっこいい名前がついてるけど、どういう意味？グランドツアーっていうのは、貴族の子弟が教育課程の修了時に行う旅行のことだな。日本人が大学卒業時にやりがちな卒業旅行みたいなもん。広い意味では合ってるが、グランドツアーは数ヶ月から数年に及ぶこともあるんだよ。だからそこが卒業旅行との大きな違いかな。貴族の資金力があれば数年の旅行ぐらいわけないわよね。うらやま。このグランドツアーで、エミリアは祖国ポーランドへの愛国心をますます強めた。だが、そんな中で母アンナが逝去してしまったんだ。悲しみに暮れたエミリアは、旅行を1年で取りやめたそうだ。突然の訃報ね。確かにそりゃ旅行どころじゃないわね。そして最愛の母を失い失意に沈むエミリアの元に、とある一報が飛び込んでくる。あら、何かしら。それは、ポーランドの首都ワルシャワで、ロシア帝国政府に対する蜂起が起きた、という知らせだった。ポーランドがロシア帝国に反旗を翻したのね。ああ。これを、11月蜂起、または、カデットレボリューション、かっこ士官学校革命、という、1830年11月29日、ポーランドの首都ワルシャワで、ロシア帝国軍の陸軍士官学校に所属する若い下士官たちが、独立を掲げて帝政ロシアに反乱を起こしたのさ。この事件が起きた背景をざっと説明しておこう。うん？何が原因だったの？1815年にポーランドがロシア帝国領になった時、当初の約束だとポーランドには自治権があり、ロシアの支配にも間接的に従属するだけのはずだった。ところが、時を経るごとにポーランドに与えられたはずの自由が削減され、ロシアの属国のような扱いが常態化していたんだ。ロシアはもともとポーランドを属国化するつもりだったのね、きっと。ポーランドの誇りである5月3日憲法もロシアはガン無視を決め込み、ロシア皇帝は憲法違反をして、弟のコンスタンチン・パブロビチ大公をポーランドの総督に任命。コンスタンチン大公は重要な行政官職に就くポーランド人を排斥し、その座を次々とロシア人に与えるなどやりたい放題だったのさ。それは反乱待ったなしね。そんなコンスタンチン大公がポーランド軍の司令官になったため、陸軍士官学校内が大荒れに荒れた。そしてこの11月蜂起が起きたんだよ。ポーランド人がブチギレるのも無理ないわ。この11月蜂起の知らせを受けたエミリアの心の中にはふつふつと闘志が込み上げてきた。しかし、当時リトアニアではまだロシア帝国への蜂起が起きていなかったんだ。そこで彼女は馬にまたがり屋敷を出て、自ら民衆にポーランド独立のための蜂起を呼びかけた。行動力が半端ないわね、エミリア。それだけロシア帝国への怒りを募らせていたってことかしら。だがエミリアは蜂起を呼びかけた先駆者だったにもかかわらず、ビリニュスの蜂起組織委員会には入れてもらえなかったんだよ。なんで？彼女が女性だったからだ。そういう時代か。だがそこはエミリア、簡単に諦める女性ではない。彼女はかつて自分に求婚してきたカブーコフ将軍がいたダウガフピルス城塞の占拠計画を立てる。ロシア軍の城塞を占拠するなんて可能なの？もちろん、占拠するにはある程度の人数が必要だ。そこで彼女は髪を切り、男性の装束を身にまとい、多くの農民が参加するミサに乗り込む。男性の装束を身にまとったのはジャンヌ・ダルク・オマージュかしら。そしてエミリアはミサが終わると、その場にポーランドの国旗を高く掲げ、帰ろうとする農民に向けてロシア帝国の非道さを訴える演説を行ったんだ。
その結果、どうなったの？銃を持った歩兵280人、騎馬兵60人、大釜を持った農民700人からなるゲリラ部隊が爆誕した。すご、エミリあったらいきなり1000人規模の兵士をまとめる司令官じゃないの。ああ。そして1831年3月30日には、エミリア軍がロシアの騎馬ケイラ部隊と衝突するや否や、初陣を勝利で飾るぞ。続いて、ダウガフピルスに兵を集めようとしていた。シルマン将軍率いるシルマン軍を撤退に追い込むと、その勢いは止まらず、4月にはダウガフピルス近郊のザラ製の町を包囲することに成功。エミリア、めっちゃ強いじゃない。だがダウガフピルスは城塞だけあって守りが固く、自軍兵力では占領できないと判断して計画を中止にしたんだ。あやま、そこへ先ほど撤退に追い込んだシルマン軍が補給を終えて逆襲しに来たことで、エミリア軍はザラ製から撤退を余儀なくされる。さすがに正規軍が準備万端の状態でやってきたら、ゲリラ部隊はかなわないわよね。その後も度重なるロシア軍との戦闘で兵力を消耗したエミリアは、パネベジスにいるカロルザウスキ蜂起軍と合流を果たすぜ。お、ようやく仲間と合流できたのね。ただ、カロルザウスキはエミリアのことを歓迎しなかったという。え？どうして？仲間じゃないの？エミリアが女性であったことや、エミリア軍が満足に隊列も組めない農民の集まりだったことなどもそうだが、何よりもエミリアが英雄扱いされていたことにご立腹だったようだ。男のプライドってやつがカロルザウスキの目を曇らせたのね。だっさ。それから少し時が経って6月5日、デフィデリフはポフスキ将軍率いる蜂起軍の大隊が近くに到着したので、エミリアザウスキ連合軍はフワポフスキ軍に合流。こうしてリトアニアの蜂起軍すべてが集結することとなる。これでロシア軍とも対等に戦えるかしら。エミリアは戦う気満々だったんだが、フワポフスキ将軍は彼女に家に帰るよう説得したそうだ。やっぱエミリアが女性だから？ああ。だがその説得に対し、エミリアはこう答えた。その地に完全な自由をもたらすまでは軍服を脱ぐことはない。この言葉からようやく彼女の真剣さが伝わったのか。その後エミリアはポーランド軍リトアニア歩兵連隊の連隊長に任命されることとなったんだ。お、エミリアがついに正式に上り詰めたわね。連隊長となった彼女は目覚ましい活躍をし、当時の女性兵に与えられた中では最高の等級である大尉まで昇進する。エミリアすごいわ。しかし、破竹の勢いはいつまでも続きはしなかった。エミリアは敵の待ち伏せに遭い、軍は壊滅的な打撃を受ける。糸やばし、絶体絶命の大ピンチに陥るもなんとか生き残ったエミリアは、命からがらの状態でフワポフスキ将軍の元にたどり着く。ここからようやく反撃に転じられるかと思った矢先、エミリアは衝撃の事実を知る。な、何があったの？なんと、ポーランド軍が敗色濃厚であると知ったフワポフスキ将軍は、プロイセン国境を越えて亡命するつもりだったんだ。将軍のくせに逃げる気だったの？この将軍の決断に納得のいかないエミリアは、将軍に対してこう言ったと言われている。将軍、私は恥を外国まで引きずりはしません。私にはまだ数滴の血と、ロシア人にサーベルを振り下ろす方と、勇敢な心臓が残っています。将軍がプロイセンに行くとおっしゃるならどうぞ。私は死を恐れません。恥辱を受けるより、死んだ方が千倍もマシですから。こうしてエミリアはフワポフスキと決別し、ワルシャワ M 海11月蜂起軍との合流を図る。エミリアは何としてでもポーランドを独立させる気なのね。しかし、これまで数々の死地をくぐり抜けてきた彼女の体力はすでに限界を超えていた。おそらく戦場の緊張感が、彼女の意識を無理やり繋ぎ止めていたんだろう。エミリアしたら、そんなボロボロの状態で戦ってたんだ。でも指揮官がそんな状態だとまずいんじゃない？そこで彼女には一旦休養が必要だと判断され、エミリアはユスティナバスの貴族、アブワモビチ家の屋敷へと連れて行かれるんだ。そこでエミリアは、コラビンスカという名前を与えられて休養することに。なんで休養するのに名前を変える必要があったの？実は、アブワモビチ家にはロシア人が頻繁に出入りしていたようなんだ。そんな状況で彼女がリトアニア蜂起の伝説的存在であるエミリアとバレたら、エミリアはもちろん、アブワモビチ家も無事では済まないだろ。よくまあ、そんなリスキーな屋敷にエミリアを連れてったわね。他に休養できる場所がなかったのかしら。そしてエミリアが屋敷で休養している中、ある一報が届く。どんな内容だったの？それは、ポーランドで起きた11月蜂起が鎮圧されたという知らせだった。ああ。この知らせは、彼女の心を打ち砕くには十分だったのかもしれない。それから間もなくして彼女は突然の高熱に浮かされ、25歳の短い生涯を終えてしまった。エミリアの意識をつなぎ止めていた鎖が切れてしまったのね。相当無理してたとはいえ、休養中にことが進んでしまうなんて、エミリアもやりきれないわよね。確かにな。
さて、今回の解説はここまでだ。どうだった？エミリアの決意と行動力が本当にすごいと思ったわ。それとエミリアの死後、蜂起軍ってどうなったの？当然ながらロシア軍の勝利に終わっているぞ。やはりか。そもそも戦力差が全然違うからな。ポーランド、リトアニア軍合わせて7万人に対し、ロシア軍は18から20万人いたと言われてるぞ。圧倒的戦力差じゃないの。しかもポーランド、リトアニア軍の死傷者は約4万人と、半数以上の人間が被害を受けたことになる。一方のロシア軍は全体の3分の1程度しか死傷者を出していないんだ。ロシア軍強いわね。ポーランド、リトアニア軍はあくまでも国民蜂起軍であって、対するロシア軍は正規軍だからな。装備にもかなりの差があっただろうし。そうか。そう考えると、鼻から勝てる相手ではなかったかもしれないわね。でもなんだかやりきれないわ。ちなみにエミリアは死後、ポーランドやリトアニアで救国の守護者として取り上げられるようになるんだ。彼女の生涯を扱った文芸作品や絵画が大量に生み出され、紙幣にもなったことがあるぜ。それだけポーランドやリトアニアの人々の心を打ったのね。でも結局ポーランドやリトアニアっていつ独立できたの？ポーランドの独立は、第一次世界大戦が終わる1918年だ。だがその後も第二次世界大戦下ではソ連、ナチスドイツ領軍に占領され、大戦後はソ連の衛星国としてソ連型の経済政策を導入させられたりと受難は続く。リトアニアも1919年に独立を果たすものの、その後ソ連に強制編入されたり、ナチスドイツに占領されたり、と思ったらまたソ連に占領されたりとこちらも散々な目に遭っている。やはり地政学的に見ても、東欧諸国は受難が多い。それは今も同じことが言えるわよね。さて、今日の解説はここまで。最後まで見てくれてありがとう。エミリア・プラテルの壮絶な生涯の話はいかがでしたか？よかったら感想をコメントしてね。それと動画に興味を持ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくな。